千日前。千日前は、大阪府大阪市中央区の町名及び地域名。行政地名は、千日前1丁目から2丁目まで。2015年10月1日現在の人口は415人。世帯数は290世帯。郵便番号は、郵便番号542-0074。道頓堀の南東に位置し、演芸場や映画館などがある娯楽街になっている。 西隣の南場にある宝禅寺と竹林寺、現在は天皇区に移転で千日念仏が唱えられていたことから、両寺、特に宝禅寺が千日寺と呼ばれ、その門前であることに由来する。江戸初期には、近郊農村であった西成郡南場村と西高津村の一部であった。大阪の神保の1615年、市内の墓地の整理により、千日墓地と呼ばれる。 大規模な墓地が作られ、形状、焼き場も併設された。これが後に、様々な噂話や因縁話の原因にされる、こととなる。なお、大阪西町奉行所近辺にあった牢獄から、本町橋を渡り西へ向かい、西横堀川で南下、道頓堀川を東へ向かい千日時、形状に向かうのが、市中引き回しルート。1702年。 玉造くの伏見坂町の東藩、北組伏見坂町が、大阪大館の玉造くり口組屋敷地、西成郡古屋敷地として接収されることになり、大大地として、道頓堀南東の西高津村領内に移転し、元伏見坂町が形成された。坂町と、通称された、元伏見坂町には茶屋や見せ物小屋が集まり始め、南地ご加害の一つに数えられるほどの賑わいを、 見せるようにな。坂町及び南隣の南波新地一丁目は、天保の改革の際に、歌舞伎と瑠璃に携わる者の居住区に指定された、敬意を持っており、この二丁が、現在の千日前一丁目におおむね該当する。現在の千日前二丁目は、南波新地二丁目、後に再編されて、南波新地四番町のごく一部、現、エスカール南波の一角のみ、 南馬村あざ北河原の旧町名、河原町一丁目の北部、西高津村あざ髭沿り地に南馬村に編入されて、南馬村大あざ西高津、旧町名南坂町におおむね街頭し、上記の千日墓地などが設置されていたところである。明治以降、形状は廃止され墓地が安倍野に移転して繁華街が広がっていくことになるが、当初は墓地跡、 形状跡、さらし台、貼り付け台、極問題ということでなかなか買い手がなかった。そこで大阪市は10坪入手したものには5円を廃処理台として援助した。1885年の半海鉄道、南海電気鉄道の全身南馬駅開業などで一気に人通りが多くなる。1912年、明治45年1月16日に 南馬新地四番町で出火した南の大火によって南馬新地から千日前、西高津新地、生国魂神社あたりまでが消失し、この地にあった遊郭は移転して消滅した。焼け跡には現在の千日前通りにあたる大阪市電球場、高津線付設の計画が持ち上がったものの、繁華街は低迷したままであった。南壊滅の危機にひして南海鉄道の社長は、 近代的なレジャーセンターの建設で復興の呼び水にすることを考え、千日、土地建物、千土地、後の日本ドリーム観光を設立。大阪の工業会の実力者、山川義太郎に声をかけた。彼は当時、活動写真館を経営し、役者をアイドルとして売り出す才能の持ち主でもあった。南海の出資で彼は、すべての娯楽を詰め込んだ。 レジャーセンターを構想した。新しい千日前交差点の南西宮に、山川は1914年、大正3年に一大娯楽センター、楽天地を建設、一役市内のハイカラな名所となった。地上3階建てで多くの戦闘を持ち、中央には円形ドームを乗せ、夜はイルミネーションで彩られていた。館内は大劇場と2つの小劇場で、芝居、演劇、 映画を公演し、地下にはメリーゴーランド、ローラースケート場、水族館まであった。屋上の大阪市内を見渡す展望台も人気を集めた。楽天地の開業以降、付近には映画館、演芸場が進出し、道頓森と肩を並べる娯楽の街へと発展した。楽天地は後に山川義太郎が映画に熱中したことと、 映画制作で多額の借金を抱えたことですたれ、帝国キネマの撮影場の消失と、新興キネマへの再編もあり1930年、昭和5年に廃業。先土地は、白井松次郎、小築創業者の一人に買収され、1932年、跡地に収容人数3000人、近い7階建ての南欧府建築、大阪歌舞伎座が誕生し、初代、 中村元次郎をはじめ多くの歌舞伎役者が舞台を踏んだ。以降、小畜の興業による関西歌舞伎が定期的に上演され、翌1933年には6階にアイススケート場を併設。劇場南西側の飲食店が立ち並ぶ路地は元次郎裏もしくは元次郎横丁、現、聖火通りと呼ばれ賑わった。1934年、 小畜は1922年に結成した小畜学劇部を大阪小畜少女歌劇団オスックと改称。1000日前、東洋劇場を大阪劇場通称大劇と改称して新生オスックの本拠地とした。大阪劇場は実演と映画上映の二本立て工業を行うようになり、実演はオスックのレビューか人気歌手の歌謡賞オスックも出演映画は 小竹映画を上映していた。1943年オスックは、大阪小竹歌劇団、オスック、現、オスック、日本歌劇団と解消し、笠木静子や芸町子といったスターを生み出した。第二次世界大戦の空襲で、一帯は再び焼け野原と化したが、再び園芸街、飲食店街としての復興を果たす。大阪歌舞伎座上階のアイススケート場は、 占領軍向けの特殊慰安書、キャバレーに改装され、朝鮮戦争まで運営された。また、大劇地下には、アルバイトサロン、アルサロトリャクス。現在のキャバクラが開業し、全国に広まった。大阪歌舞伎座は1958年に、御堂筋の大阪新歌舞伎座に移転し、歌舞伎座の建物は改装され、千日デパートとなるが、1972年、 昭和47年に死者118名に上る千日デパート火災が発生した。その後長らく焼け跡は放置され利用されなかったが、大英系のデパート、プランタンナンバが立ち、カテプリナンバと解消したのを経て、現在はビッグカメラナンバ10、エスカール、ナンバとなっている。またオスックも日本歌劇団、NKD と解消した1960年代。 半ばから人気に、陰りが見え始め、1967年代劇は、閉鎖。NKD が、近鉄沿線のあやめ池園系遠大劇場に、完全移転したことを受け、劇場を大劇、レジャービルとして、ボーリング場などの複合施設、大劇プレイタウンに改装、新たに、大劇名画座と、大劇シネマの二つの映画館を開館した。1991年に、 ビルは解体され、跡地は、南波オリエンタルホテルとなっている。オリエンタルホテル南側の商店街、南波千日前通りは、劇場閉鎖後も長らく、千日前大劇南通と呼ばれていた。吉本工業は従来、南波南海通に、南波バ花月劇場を経営していたが、近隣に所在した自社の経営するボーリング場、駐車場並びに、本社事務所、n s c を、 平設を取り壊して、1987年、ナンバーグランド花月を開場。以後、吉本新喜劇の本拠地となっている。宝禅寺、竹林寺を経由して千日墓地に至る通りであった、ことから、道頓堀川に架か,かる多在門橋から南へ伸びる、通りは、現在も単に、千日前と呼ばれる。鳥居ーホール、千日亭、東方シネマズナンバ、別館9、旧。 四季島クラブ東方四季島劇場、四季島シネポップ、ナンバグランド花月、NGK、イエスナンバビル、ワッハ情報や純駆動書店、吉本漫才劇場、FM 中央、NMB48 劇場などが入居などの演芸場や映画館が点在している。店舗構成としては、全体的にオシャレではなく、アムザ線、サウナカプセルホテルなどのレジャービルや、 パチンコ店が多くを占める。南波グランド、カ月以南は、道具屋筋、千日前道具屋筋商店街と呼ばれる。プロ用の厨房用品や店舗開業用の食器、旗、飾り、食品サンプルなど様々なものを売っている。道具屋筋は、南山通りで、南端となり、近年お宅街外の進む日本橋の電気街、電電タウンに隣接する。千日前通りから、 堺井筋にかけては古くからの店も残る一方、2010年頃から古る臭い雰囲気と安い賃料が魅力となり、新しい飲食店が相次いで出店し、裏南場と呼ばれる注目のスポットとなっている。中でも複合レジャー施設、アジエンビルは大園会場、ホテルスナックなどが入ったビルとして、裏南場のランドマーク的存在である。 1990年代まで深夜時間帯を中心に CM もよく流れていた。地下1階には豪華なキャバレー、ユニバースがあったが2011年3月に営業を終了し、現在は貸しホールとなっている。パワフルな独特のデザインが凝らされたが観や内装などが高度成長期の過剰さを知らない若い世代にも支持され、近年は若いオーナーが 中心のバーや飲食店が相次いで開業、をサブカルチャーの発信拠点となりつつある。1998年4月7日には21世紀1000日前記念式典が開催された。2008年10月27日は日本のテレビジョン放送が完全にデジタル化されるちょうど1000日前にあたった。この日、デジタル放送推進協会が全国を巡回させている。 キャラバンカーが千日前折れ、関西地区の地上デジタル放送推進大使、一部代理と藤崎マーケットらがテレビデジタル化、千日前をアピールするイベントを展開した。通常全国レベルに当たるイベントは東京で行われ、東京キー局の地デジ大使が参加するが、今回は千日前の地名にちなんだもので、大阪で開かれたこのイベントが全国レベルとして扱われた。 岡山県岡山市北区表町にある千日前商店街。神奈川県横須賀市の横須賀中央駅前にある千日通商店街。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。